はいどうも、フラちゃんです。はい、じゃあ今日はね、ヘルジュラシックで龍が石を集めに行きたいと思います。今ね、龍が石の値段がかなり上がってまして、どれぐらい上がってるかというと、はい、こちらですね。1個あたりだいたい3700ぐらいまで上がっています。まあ、というね、かなり美味しい相場になっているので、今回はね、偶然ヘルジュラシックを引けたということで、そちらを動画にしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。で、場所はですね、嵐の領域のこちらの聖塔に飛んでください。そしたら今度は E の1ぐらいのところまで行きます。まあ、ここまっすぐ行ってもらえると洞窟があるのでそこを抜けていきましょう。はい、それでは到着しました。で、こちらにね、たくさんヘルジュラシックがいるんでこちらを飼っていきます。ここの方がね、最初のモンスターの数っていうのが多いんですよ。ここでどんどん飼っていきたいと思います。あんまり火力が強いと逆に効率が悪くなるんでその辺は注意してください。ではそんな感じでやっていきましょう。さっきあれから3戦ほどやった結果ね、まあ、8体呼ぶよりも5体で倒しまくった方がかなり効率がいいことが分かりました。まあ、どういうことかっていうと、当たって最初に2匹とか3匹出ますよね。その時に1回だけ獲物呼びの方向をして、あとはさっくりと倒してしまう。まあ、だからまあ5体じゃなくて、まあ4体から5体ですね。まあ、なのでこういう状態だったら、まあまずこちらの獲物呼びの方向をしてもらって、その後自分も攻撃に参加する。もし龍が石が出た場合っていうのも、別枠で龍が石って出るみたいなんで、まあ、もちろんね、そっちの方が効率がいいと思います。まあ、なので旅芸人の方もこちらガンガンにしてしまって大丈夫ですね。まあ、あとはこっちの魔戦の方もバッチリにした方が安心です。まあ、こうやって3体出た場合でも、まあ、まずね、開幕に獲物呼びの方向をして5体にします。で、それでサクッと倒してしまうというのがね、まあ、かなり効率が良かったです。で、あとは自分も攻撃に参加して一瞬で終わらすと。で、5体倒して本当は破片5個なんだけど、ほら龍が石っていうのは別枠に出ますよね。まあ、なのでこうやって5体4では倒して5体4では倒してみたいな感じがかなりいいと思いました。はい、それではね、あれから1時間めっきりやりました。結果はですね、これぐらい取れました。まず龍が石の破片が543個、でもって龍が石自体が54個取れました。で、あとは副産物としてドラゴンの角が5つ、まあそれぐらいですね。これを早速換金していきたいと思います。はい、普通の龍が石に交換してきたところ、龍が石は108個になりました。ただいまの相場が1個あたり3700ゴールドなので、これに108をかけていくと399600ゴールド。まあ、さらにドラゴンの角とかもあるんで1時間でね、まあ、約40万ゴールド近く手に入れることができました。まあちょっと思ったよりは少ないんだけど、これですね、一赤でこれっていうことは、まあ、今回の構成だと旅芸人と魔戦っていうのは別に誰でもいいわけ。普通に立ってるだけでも全然 OK なんでね、これ2赤3赤の人は単純に効率が2倍3倍になりますよね。その2赤3赤を動かせばさらにね、効率もアップさせることができます。まあ、なので1赤だと40万だけど、2赤3赤だとこの効率がね、さらに上がります。福赤でもやりやすい、非常にいい金策だと思うんで、まあ、ぜひね、2赤3赤ある人っていうのは、ぜひこの金策をやってみてください。まあ、マイン細胞の方がいい説っていうのはあるんだけど、結構今マイン細胞ね、値下がりしてます。まあ、なので、こういう金策も視野に入れてみてはいかがでしょうか。はい、それでは以上、今回はフラチャンネルからの龍が石ヘルジュラシック金策でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。